皆さんこんにちは。慎吾コーチの問題の答えを発表するのは啓太コーチでした。それでは慎吾コーチの出した今年度の大宮アルディージャサッカースクール指揮校木曜日のメインコーチの人数は何人でしょう。またそのコーチ全員の氏名を答えてくださいという問題の正解を発表します。今年度の大宮アルディージャサッカースクール指揮校木曜日のメインコーチの人数は4人です。そしてコーチたちのお名前は1人目王様コーチこと大沢智也コーチ、2人目豆コーチこと遠藤良介コーチ、3人目ヒロコーチこと広松雄一コーチ、そして4人目今お話ししている啓太コーチこと野崎啓太でした。皆さん分かりましたか？それでは次は啓太コーチからの問題です。啓太コーチは今年30歳になるのですが、大宮アルディージャのトップチームの選手の中にも今年30歳になる選手が4人います。その選手たちは誰でしょう。ぜひクラブの公式サイトを使って調べてみてください。そして最後にこの問題の正解を発表してくれるコーチのヒントを3つ出します。ヒントその1、啓太コーチと同じ今年30歳になるコーチです。ヒントその2、東京都出身のコーチです。そしてヒントその3、学校の先生の免許も持っています。次のコーチが誰なのか予想しながら楽しみに待っていてください。それではまたね。